舘様テレビ演技編広島弁講座の時間がやってまいりました。広島県尾道出身の俳優が教える俳優のための広島弁講座。私昨日の動画ですね、だいぶネタがなくなってきたとお伝えしたんでございますが、そう思ったらですね、早速ネタというのは降ってくるわけでございます。私ですね、子供とよく接するんですけども、その子供っていうのはですね、まあ純粋ですから、私たちが大人が喋ったことに対して言葉がわからないとキョトンはとすることがよくあります。大人の方ですとね、昔の動画で配信したんですけども、例えば私ずっと標準語で使ってたビール等々を頼むときに、たちまちビール、とりあえずビールって意味ですね、標準的には。とりあえずビールっていう時に、まあ私、広島県尾道出身の私はずっとですね、たちまちビールって言ってたんですね。で、たちまちビールって言ってもみんなはなんとなく浜は急いでんのかなということで流してたわけですよ。はてなは浮かんでんですけど、みんなブブブブブブブってはてな浮かんでんですけど、どうしても浜は急いでビールを飲みたいんだなってことで流してたわけです。そしたらある店員さんが私に声をかけてくださいさって、お客さん西日本の方ですか、広島の方ですかっていう形でね、まあ話してくれたんですね。で、あ、はい、どうしてですかって言ったら、たちまちは方言ですからねってお話しかけていただいて、っていうのがあったんですね。まあ大人はそんな感じで、なかなかね、意味がわかりませんよってね、すぐ口にしないんですけど、子供はね、すぐね、口にしたり態度に示してくれます。ということで、私ですね、お子さんとお話をしてる時にですよ、私がですね、その子供がですね、ここにね、まあ、傷を作ってたんですね。で、まあ、その前に、じゃあ、これ、ドゥドゥンってあげますよ。今日の、今日の、ドゥドゥン。はい。広島弁は、かなぐるとか、かぐる。まあ、秋弁、ビンゴ弁でね、違うんでね。私の尾道の方は、まあ、岡山寄りのね、ビンゴ弁ということで、かなぐるって使いますけど、まあ、かぐるっていう広島弁もね、秋弁の方であるのかもしれませんが、これはね、私は言ったことはないです。基本的には私は、かなぐるですね。なので、ここに傷があったんですよ。ビュってね。だから、その子供にですね、どうしたん、どうしたんとは言いません、どうしたんとは言いませんけど、どうしたの、それ金繰られたのって言ったんですよ。金繰られたの、なんかここピュッて今通ったな金繰られたのって言ったらですね、子供がキョトンとするわけですよ。んこいつは何を言ってんだみたいな顔をしてくるので、ネタがないと、僕の中の頭の中があったから、広島弁のネタがないと思ったんで、コンピューターがですね、コンピューターが、長嶋茂雄さんのコンピューターがね、ブブブブって働いて、もしかして金繰るは広島弁かもと気づいたわけですねまだありましたね、標準語と思ってて広島弁方言、金繰る方言でした。皆さんは、標準の方はですね、わかると思います。広島弁の方はですね、びっくりすると思います。まあどういう意味かわかりますね。まあ引っかくでございます。引っかく、標準語で引っかく、引っかくっていうのを金繰るって言います。なので、ここに傷が、引っかき傷があったので、金繰られたの、どうしたの、その金繰られたのって聞いたら、まあはてなが子供は浮かんで、あ、これは広島弁だと思って調べたら、やはり広島弁金繰る、まあビンゴ弁ですね、金繰る、秋弁かぐるが広島弁で、標準語が引っかくというのが判明した次第です。これはすごかったね。びっくりしません、これ。これびっくりしませんって今問いかけてるのは広島の方ですよ。広島見てらっしゃる広島の方、これ標準語じゃないですかね。知ってた俺だけかな。びっくりして、44歳未だにあるんだと思って、東京に出てきて20何年 ?3 年とかそんなんで、もうずっと標準語と思ってましたよ。金繰るって。すごい。ということで、標準語ではひっかく、広島弁では金繰る、かぐるでございます。もしね、俳優の方々で広島弁のことをされる方は使ってみてはいかがでしょうか。ということで、ハマテレビチャンネル登録、グッドマークよろしくね。またね。ハマテレビチャンネル登録、よろしくね。